必ずやろう日本最高坂豊ですこの動画を見てなるほどねなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします7月2日のデイリーニュースをお伝えします、えー、アメリカの ABC ニュースにですねワグネルグループの反乱を経て体制転換はずっと近づいたと反プーチン派が語るとの、えー、記事が掲載されました、えー、語ったのはミハイル・ホドロフスキーという人物です ハイライラト部分を見るとですね、まあ、結構物騒なことを言っているのがわかるんじゃないかと思います、えー、ミハイル・ホドロフスキーは反対派は将来の暴動を利用する準備に取り掛か,かなければならないと語った、まあ、こんな風に書いてあるわけですね、えー。ホドロコフスキーと聞いてもですね「誰それ?」っていうね、えー、そういう人も結構いるんじゃないかなと思いますので簡単に説明しますね。 エリチン体制になってからですねソ連の共産主義というものがこの解体されるということが行われ、まあ、ソ連時代の企業というのはですね、まあ、国民に株式をこう分け与えられるようなそういう形で民営化をされたわけですよねでこの時にこのみんなに割り当てられたこの株式というのをじゃんじゃんこう買い集めればですねこう自分が資本家になれるなんてね、まあ、そんなことを思いついた人たちもいたわけなんですよ。 で新興財閥オリガルヒーというのは、まあ、こういうことがきっかけになって生み出されていったというふうにご理解ください。で彼らは自由な経済活動を行いたいっていうふうにね、まあ、当然思っていたわけなんですけれどもエリツィンの後継者となったプーチンはですねこういう態度をプーチンが出してきた中でですね オルガルガヒの中にもプーチンに従う人、えー、プーチンに従わない人、えー、こういう人たちがいろいろ出てきたわけですが、えー、このプーチンに従わない人の,、えー、この代表的な一人というのがホドロコフスキーだったわけですねでホドロコフスキーは巨大石油会社ユコスを設立するなどしたこの代表的なオルガルヒなんですが、えー、プーチンの独裁的な在り方に対してこの疑問を感じてですね 反プーチン派に対して大量の資金を渡しプーチンの追い落としというものを図ったことで知られているわけです。でこれは当然ながら、えー、プーチンの逆輪に触れてで,ですね輪鉱石を扱う肥料会社アパチト、ねえー、このアパチトもですね、えー、ホドロコフスキーのこの傘下の、えー、企業になっていたところの一つなんですけれども、えー、このアパチト アパッチとの民営化プロセスの過程の中で、まあ、不透明なあところが、ねえー、あったのをこれやり玉に挙げる形でもってですね、えー、ホドロコフスキーのこの影響力抹殺というものに、まあ、動き始めたということがありますでプーチンはさらに、えー、このユコスにも手を伸ばしてですねユコスが巨額の脱税をしていたとしてですね、えー、このホドロコフスキーへの追い打ちをかけていくということをやりましたプーチンは、まあ、このユコスがとてもではないですが支払えない金額を この、まあ、制裁金として貸すということをやり、まあ、結果としてこのユコスを経営破綻に追い込みこの経営破綻に追い込んだこのユコスをですね、まあ、実質的にこの国営の石油会社ロスネフチのものに移していくという、まあ、こういうことをやったわけなんです。でロスネフチを支配していたのはプーチンの側近中の側近であるセチン氏であってですね えー、敵対勢力の手にあったこの巨大記号を、えー、自分の仲間の手にこう移していった、まあ、そういう事件であるというふうに私自身は捉えていますただまあこの、まあ、物語をまあどういうふうに捉えるかというのはいろいろあったりするわけなんですけれども、えー、いわゆる保守派の中にあってはグローバリストの手先である悪のホドロフスキーがですね ユコスをアメリカ資本にこう売り渡そうとしていたというのをナショナリストで正義の味方のプーチンが民族資本として守ったのだというまあ美談としてですねまあ語られることが多いっていうのが実際ですねでまあ私にはですねまあこの話というのは習近平の反腐敗闘争に近いものをイメージした方が現実に近いんじゃないのなんてまあ思っているような話ではあるんですまあつまりですね 反腐敗これを理由としてまあ政敵を逮捕してですねその資産も自分たちのものにしていくというまあこういう感じだと思った方が現実に近いんじゃないのなんてねまあ思ってるということなんです。でそれはと、まあ、ともかくとしてですよ えー、最終的にホドロフスキーは10年ほど労働刑務所に、まあ、追いやられることになり出所後はですね、まあ、妻と子供がいるスイスにこう出国をするという、まあ、そういうことでもってロシア国外に出ていったという、まあ、そういう人物なわけです。でこのホドロコフスキーはですねこの今でも反プーチン運動をまあ展開しているというそういう人物なんですね。こちらはホドロコフスキーーのウェブページなんですけれども プーチンは人類の敵だなんてね、えー、書いてあるのがわかるんではないかと思います。でこれこのホドロコフスキーがですね、えー、このアメリカの ABC のインタビューで何を言ってるかというとプリコ人のモスクワへの進軍でプーチン体制がいかに弱いかということが明らかになり。 次に同じようなことが起こった時にですねロシアの民主派はその機会を利用できる準備をしておくべきじゃないかなんてねこんな話なんですよ。えー、プリコ人はロシアの、えー、南部軍管区司令部ここを無血で制圧をしてですねで、えー、その後こうモスクワに向かう道すがらもこう抵抗らしい抵抗に合うことなく、えー、モスクワから約200キロのところまで一気に北上するということができましたよね。 でワグネルを歓迎する、まあ、つまりプーチンに逆に言えば背を向けると言ってもいいような動きも各地で確認ができたっていうことがあるわけです。えプーチン体制が異常に弱いというふうにですねホドロコフスキーが述べているというのは、まあ、こういうことを指しているというふうに理解すればいいかと思います。そしてホドロコフスキーは 今やこういうワグネルの反乱のような機会は間違いなくもっと出てくるだが次回は我々はその事態にもっと備えている必要があるんだ民主派はその事態を利用できるように武装すべきだなんてね結構武装なことを言ってるわけですホドロコフスキーによればですが、ね、問題は誰が移行期の権力を握るかだ民主派は武装する必要を一種のタブー視するのをやめさえすれば 権力を握るためのあらゆる機会が自分たちのものになるんだみたいなね、えー、こんな発言もしているわけなんですねまあ結構過激な主張をしているっていうのがね、えー、こういうところからも見て取れるんじゃないかと思いますでところでですねこのプリゴジンの乱のような事態というものが本当にこれからロシアに出現するんでしょうかっていうのがね、えー、まあ、皆さんにとっての大いなる疑問ではないかというふうに思うわけです でこの点についてですね、ホドロコフスキーがスイスのメディアを相手にして、まあ、非常にこの興味深い話をしてるわけなんですね。えー、ホドロコフスキーが展開している、えー、YouTube あるいは SNS のコンテンツこれはですね1000 1500万万から万人が見ててていいるるんんんだなんてね、まあ、主張しているんですよ。まあ、これが全部ロシア人っていうことではないとは思うんですけれども、まあ、それでもまあ大半はロシア人なんじゃないかっていうことにはなりますよね。 でさらにホドロコフスキーはですねえロシア国内のエリートたちとも密かに連絡を取っているなんていうねこんな話もしています。プーチン体制を確実に倒せるというふうに見なせば動き出す勢力が、まあ、ロシア国内にはいるんだぞってことを、まあ、ホドロコフスキーは示唆しているということになるわけです。さて、てホドロコフスキーーがですね、ここののプーチン体制をこう追いい詰めていくこのためくたに、 ウクライナのゼレンスキー政権と連絡を取っているというのはこれはもうほぼ確実だというふうに言っていいわけですよね。でまた日露戦争をこう終結させる時に、ね、日本がロシアの反体制派によるこの革命騒ぎ、ね、これを引き起こさせて利用したってことは、えー、これはまあ広く知られている話でありゼレンスキーの頭の中にも間違いなくあるっていうのは理解しておくべきではないかとも思うわけです。 でそのことを頭の中に置いた上で、で現在ロシア自由軍団ロシア義勇軍、えー、この2つのグループがですねウクライナの支援を受けながら、まあ、ロシア国内で活動しててていいるっていうのはよ、まあ、よく知られていますよねでロシア自由軍団のポノマリフ氏によるとなんですがロシア自由軍団へのロシア人へのこの入隊希望者はほぼ1万人に達しているということだそうですね。 でもちろんその中には FSB のエージェントも、ね、含まれているということも考えなければならず、まあ、入隊に関しててはです、ね、かななり厳密なチェックをやっているんだそうです、えー、嘘発見器なんかもです、ねえー、使いながらやっていてなんと3分の1ぐらいがこれ実は怪しいということで <laughs>、えー、入隊を認められていないなんていうそんな話も、えー、あったりします。 でプリゴジンの反乱前にはこう戦争は長期化した方がロシアには有利だとの考えを、まあ、プーチン大統領はフランスのマクロン大統領に示していたということがあるわけなんですけれども、えー、これプリゴジンの反乱後においてですね、えー、これ戦争が長引けばその間にこのクーデターが起こされる可能性というのは逆に高まるっていうことになってくるわけで。 自らの体制がこう崩れていくリスクというものをそれだけ高めるというところに追い込むことになるっていうのも私たちはちゃんとねここ見ておいた方がいい視点になるんじゃないかなーなんてね私は思っているわけなんです例えばですよね、A、ウクライナにおいての戦争というのをこうロシアが当然戦っているということがありながら ロシア自由軍団の一部がですねこの極東ロシアの方にある程度の勢力というものを築きこちらで独立騒ぎを起これを、えー、こう制圧するためにですね、えー、プーチン政権というのはここにある程度の軍備を割かなければいけなくなるっていうことがあるわけなんですがそんだけの余裕というものはプーチン政権にあるんでしょうか かとということなんですでさらにこうした勢力にひそかに日本が金銭的に支援をしていれば岸田さんとゼレンスキーがこう会談しているみたいな形の中でまあそのゼレンスキーを通じですねまあそういう話が持ち込まれるみたいな感じのことも可能性としてはあるわけじゃないですか。でそういうような形で支援しておけばなんですがねっ えー、こうした地域がその独立騒ぎを起こし、えー、その独立騒ぎがまあ成功してきたような時にですね日本との関係というものが一気に強化されるなんていうことも可能になるかもしれないわけなんですよねで、そしてこの独立騒ぎのさなきかにですよこれとは違う地域でまた独立騒ぎが起こるまた別の地域で独立騒ぎが起こる みたいな感じでもって例えばですがロシア国内にあって同時的にですね独立騒ぎが4か所ぐらいでこう発生するみたいな感じになった時にロシアの正規軍はこれらを全て制圧するということは本当にできるんでしょうかっていうことになるわけなんです。でホドロコフスキ自身はですね ロシアが分裂するのはもう各地に独立した独裁政権ができるばかりでですね民主化が進まないとしてこれについては彼自身は反対姿勢を見せているんですけれどもしかしゼレンスキー大統領からすればですねそんなことよりもロシアをこのウクライナから駆逐できるかどうかっていうこっちの方がよっぽど大切じゃないですか。 はっきり言えば、分かれていって出来上がったところが、民主主的な生態になるのか、それとも、独裁的な生態になるのか、なんて、まあ、どうでもいいっていう話になってくるわけですから、ウクライナ政府の影響を強く受けているロシア自由軍団がですね、こういう動きに、この、近づいていくっていうことも、 決してて考えられななななないいいわけではんんじゃないかななんてねもっとも,もうロシア自由軍団自体も、えー、これは自由を愛する人たちの集まりだっていうことにはなりますから好き好んで独裁政権を作り上げるという動きではないだろうとは思いますけれども、まあ、ロシア自由軍団もプーチンを倒すということの方がより重要ということを頭の中に位置づけた場合にですね まあ各地において、えー、そうやって生み出されてくる独立的なところが自由主義に染まるように持っていこうとしてもそれが必ずしもそうならなかった場合であってもプーチン体制が潰されるということにつながるんであればそれは大賛成ということに私はなるんじゃないかななんてね思ってるところもあるわけなんです。そしてこういうい動きが実際に出た場合にですね ホドロコフスキーは自分が思い描いていたのとは全然違う展開だということになったとしてもこの機会を当然ながら利用しようとするというのもこれは理解できますよねそしてこの各地の独立騒ぎというのをロシアが有効に平定できないというこういう様子が広がれば。 プーチン大統領に対してのこの求心力というのはさらに衰えていくということになりこの機に乗じてポストプーチンを狙った動きというものが一気に高まるっていうことも考えられるんじゃないのっていうことなんです。そしてここのの一気に高まったところででホドロコフスキーの、えー、勢力がですね、えー 軍事的にこの中心を制圧してロシアを民主化させるっていうところに力を注ぐということができるかできんかということによってま最終的にロシアがですね民主化できるかどうかっていうところが決まってくるなんてねえこんなシナリオが見えてきたりするわけなんです私はこういうシナリオをですね日本政府が描いた上でこのゼレンスキー大統領と共有し まあ極東にですね親日政権を作り出すことによって事実上北方領土が日本のコントロールのもとに組み込まれるまあ完全に日本に帰ってくるというのとはちょっと違うんだけれどもそれでも日本のコントロールのもとに組み込まれるそういう状態を狙うべきではないかななんてね思ったりはするわけなんです。 まあ結構ね危ない話をまた私しているっていうのがわかるかなと思います。まあ、前々からねこのチャンネルをご覧になられている方は私がこのシナリオをですね実はえこのチャンネルで以前に披露したことがあったっていうことをねえ記憶されている方もいるんじゃないかなと思うんですけれどもプリゴジンの乱が起こってからこれの実現可能性もかなり高くなったんじゃないかななんてねひそかに思っていたりするわけなんです。 岸田総理がまあ、ゼレンスキー大統領とねこういう本音トークをですねこの2人だけの時にでもやってくれていたらいいんですけれどもまあ現実問題としてはそれは期待できないかなっていうのがちょっと残念なんてねえー、思っているところもありますでただこういう可能性も含めてですねこのロシアが何らかの形で崩れる可能性というものがこの現実感のあるものとして出てきているってことを 私たちは理解すべきではないのかななんてね、えー、思っていたりするわけです、えー、今回の事件を経ても、えー、プーチン体制は、えー、万弱で動かないんだっていうねそういう見方も、まあ、あるのは理解してますが私はそういう見方とは全然違う見方をしているということになります必ずやろう日本最高朝霞豊かでしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定をすべてに切り替えていただきますよう合わせてお願い申し上げます bye